けいちゃんです。ブレちゃんです。はるはるです。アラサーほろ酔いたい、乾杯。うん。あ、美味しい。美味しい。今日は緊急招集。本日は皆様お集まりいただきまして、はい、誠にありがとうございます。はい。どうしたんですか。はい。ちょっとね、最近3日前ぐらい。もうキンキンの話があって、うん、デリカシーない一言っていうか、うん、一言なのか二言なのかよくわかんないけど、別にそれを言われて、そう、もやもやしてて、で、二人に唐突に LINE で、二人に会いたくなったみたいなことでも LINE したんだけど、したね。甘えさせてほしい。え、なんかこれ一人で抱えてんのつらーと思って、うん、で、なんならこのなんかモヤモヤしたことを二人に会ってもうハッピー、もう楽しい思い出に変えたいなと思って今日は来ました。よろしくお願いいたします。お願いします。ポーポロポロ。この前ね、お世話になってる方たちと飲み会があったの、うん、その飲み会があるまでアラサーホロ酔いたいの動画編集とかもすごいしてた日だったの、うん、その前の日とかもずっとさ、アラホロの動画とか視聴回数とかちょっとチェックしたり、うん、SNS 更新したりとかっていうのもしてて、お二人のさ発信とかも見ながらなんかこうメンションしてるからさ、うん、そういうのも見て二人で、あ、可愛いなとか思いながら、うん、あ、この人なんかこの3人いいなと思いながらやってて、うん、でそういう後の飲み会だったの、うん、そう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 、やっぱさお酒が入ってくるとさ、うん、やっぱ本音が出るって言われてるじゃん、うん、そうね、そうね、緩んじゃうね、そうそう、緩んじゃう。その場にいた人たちは 40、50 代の人とか、うん、が結構多かったりして、エンターテイナー心が出ちゃうというか、なんか盛り上げなきゃみたいな、うんうん、なんかお調子者感が出ちゃうのかな、私って多分、うんうん、そういう飲みの席になると、うん、そうなっちゃうわけよ、うん、で、私に対しては結構そのツッコミ強めだなっていうのはなんとなく感じてたの、うんうん、多分言いやすいっていうのも、うん、こっちもなんかそういう態度取ってるのも悪いんだけど、うん、いじられるキャラなんだね。そういじられキャラみたいな感じになってて、うんうん、でね、 YouTube の話になったの、うん、YouTube 見てるよって言われたのね、うん、で、え、本当ですかみたいな、うんうん、で、普通に私は純粋にアドバイスとかもらおうと思って、うんうん、え、どう思いますとか、うん、なんか、え、どれ見ましたっていう話でね、うんうん、なんかいろいろ聞こうとしたの、うん、で、そしたら3人はダメだねって言われたの。え、もうさ、そのなんだろ、人数っていうか3人はダメ、うん、人数に対して、え、人数もだし、なんか私が全然なんか輝いてないみたいな感じに言われて、ね、もうさ、ごめんなさい、え、ちょっと輝かせられて、違う違う違う、その人と私差し飲みとかじゃなくて、うんうん、いろんな人がいる前で結構みんなが注目してる中、うん、そういうこと言われて、うん、いや、わざわざさみたいな、しかもそのお酒飲んでない時とかには頑張ってるんですっていう話もしてたの、うんうんうん、もっとこうしたらいいのではないかっていう、なんかアドバイスをくれるんだったらすごいありがたいの、うん、なんかもう全否定最初されちゃったから、うんうん、それでなんか私はシュンってなっちゃったの、うん、夜とかさ考え出しちゃって、うんうんうん、からの会いたくなったって送ったの、何よ、なるほどね、直接うちは関わってたからね。そう、そう、もう、そう、なんかデリカシーないと思っちゃったのね、私はそれを聞いて、うん、優しくしてとかじゃないけど、なんか、うん、どうすればいいのってなって、その後ずっと飲み会中、私ずっと無言みたいな。もろにテンションだだ下がりみたいな感じになっちゃって、もうどうすればいいの、ずっと頭の中そればっかりで、早く帰りたいっていう日だった。なるほどね。はるかはどう輝けばいいんだろうね。なんかどの魅力をさ、どう輝かせるのが一番いいのか、そうそう、うん、その人は思ってんの。いや、わかんないよ。それはわかんないし。輝いてないとだけ言われてもさ、え、そうだよ。何してる時が輝いて見えますかっていう感じじゃん。で、うん、それも欲しいしさ、ね、うん、欲しい欲しい。言うからには、うんうんうん、引き換えに、引き換えに欲しいよ、そんなの。そうだね、そうだね。ね、ディスるんだったら、ね。ディスるんだったら、じゃあ、それ、もうプラスアルファ欲しいよ、こっちだって、みたいな。そう、あるよ。うん、でも、なんかもう気にしないってなったのよね、次の日とかは。うん。うちらのペースで3人でやりたいことやったら、ええやんと思って。そうだ、そうだ、そうだね。消化、消化。うん。そう。逆にある？日頃の不満。あるよね。ある？うん。
でもなんか大したことじゃないけどさ、うん、本当に、うんうん、家族としてさ生活する上で、うん、もうちょっと先を読んで、うん、やっといてほしいこととかあるんだけど、うん、なんかめっちゃ家出るギリギリまで何もしてないみたいな、うん、だからもう全部さやりながら指示を送んないといけない、ね、さあ見たの着替えたの、うん、お前子供かみたいな。でもママとしての、うんね、多分これ共感してる人めちゃくちゃいると思う。いると思う、子育てママの、うんうん、いるだろうね、めっちゃいると思う。わかるってね、うん、ケイちゃんある？なんかあるよ、あるよっていうか、うん、思い出したことが一つあって、うん、今会社員をしてるんですけど、うん、その会社行った時にね、うん、そのトイレとかをでその社内の人に会うっていうかさ、うん、洗面所のところでさあーお疲れ様です、そう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 、うん、この場面この場面、うん、で挨拶をガン無視してくる人がいるのね、誰にもその人多分挨拶返してない、自分が知ってる人とかにしか多分返してないんだろうなみたいな、だからあのなんていうの、私だから挨拶を返さないとかじゃなくて、うんうんうん、こっちが挨拶をしても挨拶を返してこないみたいな人が、うん、もうね最近全然違う人で2人うん、遭遇して、うん、やだね、挨拶してんのに返さないのはちょっと、そう、もう初めからどっちも挨拶しないとかだったら分かるんだけど、分かるよ、うん、片方が挨拶してるのにそれに返さないっていうのは、うん、え、うん、どういうこと、うん、もしかしたらね万が一私の挨拶が聞こえてなかった可能性はある、うん、でもさなんとなくさ、うん、だって近いよね、近い近いだから別にそんな話したことないよ言ってるわけじゃないのよ普通に1カメで、うん、この動作あるじゃん、うんうん、この動作あったらさ人間さ視界さ割とあるじゃん、感じないねえさみたいな、なんか揺れたなみたいな、でも明らかに人がさ、ね、入ってきたとか、うん、出てきたとかっていうのは分かるわけじゃん、うんうん、そうだね、愛さない人もいるんだなって知らん人でも挨拶ぐらいはされたら返そうね、返そう、うん、いやでも世の中変な人いるよね、いやいるよね、本当に何だこの、なんかこういる、いやなんかそんなだって、ね、でもさお疲れ様ですっていうさだけの労力って別に保守する必要なくない、そうだよ、うんうん、言ったらええやん言ったらええやん別に返すだけでいいやん、ええやん、それだけ一言それ以上望んどらん、こちらも望んどらん、そこでめっちゃ笑いわ、いいね、いいや、なんか二人喋って楽しい、おじさんにも言っとこう、うん、うほ、うん、いや、うちら楽しいから、うん、楽しいからって、うちら輝いてるから、うん、お昼に集まってご飯食べてお酒も飲んで、こう付き合ってくれる友達がいるだけで私は幸せなので、本日は誠にありがとうございました、あの本当に本当にありがとう、あのまたすぐに、はい、すぐに会っていいか分かんないんですけど、はい、はい、もしよかったら、ね、私だけじゃなくて2人もなんかもし緊急招集とかなんかあれば、ね、あの定期的に開催していただいて大丈夫なので、うん、あの今後ともよろしくお願いいたします、それでは解散！ありがとう！